今スポーツにできることリレー、陸上系 YouTuber の TKD です。誰からもバトンは引き継いでませんが、己自身でやってまいりたいと思います。オリンピックは1年延期になり、4月の仕事は全てなくなり、死活問題ですが生きています。今日僕が紹介するトレーニングはこちらです。申し遅れましたが、僕の部屋がですね、狭くてですね、こちらのベランダを使って撮影していることをお許しください。今回使っていくアイテムがこちらです。腹筋ローラーです。持ってない人は買ってください、買ってください。今回はより難しいものをやっていきたいと思います。皆さん腹筋ローラーといえば、膝をついてこうやっていくものがスタンダードなものになると思うんですけれども、今回はこの前屈した状態から、膝をつかない状態からやっていきたいと思います。こちらの腹筋がすごく効くので、ぜひ皆さんにチャレンジしていただきたいなと思います。あれ、いきます。届けスポーツの力、次につながる人はいません。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。ごめんなさい、すべてはネタでした。ちゃんとやってきます。本当に腹筋ローラーある人はぜひやってほしいですし、腹筋割りたいなっていう人は本当に効果あるから、ぜひぜひやってもらいたいなと思います。さっき YOSHIKI さんもやってもらったけどね。いや、マジできついでしょ。やばい、やばい、今までにないぐらい腹筋にきたでしょ。で、腹筋来ないなって人は、多分肩甲骨とか背筋使っちゃって登って戻ってきてるから、まあそれはそれでいいんだけど、今回腹筋にトレーニングしたいので、本当に再生できない人はこうやって膝つけて、さらに浅くてもいい、こうやって。はいはいはい。あ、でも浅くてもいいから、ちゃんと腹筋に、パートナーとかいれば腹筋とか触ってもらえるとポイントを入れやすいから。なんかさっき周辺に触ってもらっただけでめっちゃ腹筋に意識いったでしょ。やるところ触るって結構大事だから、まあパートナーはまあこのローラー腹筋限らず、なんか腹筋してる時とか背筋してる時はここに力入れてっていうのをタッチしてあげるだけでも、そのトレーニングの効果は変わってくる。みんなバカにしたいでしょ、絶対俺の動画見て今日。くそー、ちゃんとはできないけど、あそこまでヘボじゃない。できるだけ伸びて、できるだけ伸びて。おお、すげえ、そっからいったらすごい。え、マジだっていうの。すげえすげえ。これはまあ大学の時は10回5セットを毎日やってた。ほんとほんとほんと変わるし、何よりこっちの腹筋がめっちゃつく。はい、まあという感じなので、みんな頑張ろうね、はい。